バルザザートはモロッコ中部の内陸部の都市の一つである。モロッコ国内では比較的小さな町であり、2014年時点での人口は7万67人であった。マグレブ諸国の地中海沿岸近くに連なるアトラス山脈の南部に位置する。アトラス山脈から流れてきたドラー川が平原に出る地点標高約1150メートルに形成された都市が、 ワルザザートである。アトラス山脈の地中海に近い部分は、新規作り山帯であり、激しく重機が続いている場所であり、また、地震の発生も、比較的多い場所である。モロッコの気候は、アトラス山脈を境に大きく変わり、アトラス山脈の南側は乾燥する傾向にある。ワルザザートも乾燥した気候であり、雨はほぼ降らない。しかし、 ドラー川の水を得られる場所である。なお、ワルザザートの西には、モロッコ最高峰である、トゥブカル山がそびえる。かつてワルザザートはキャラバンが立ち寄るだけの小さな村であった。それが1920年代に、フランス軍の基地が作られてから、町の規模が拡大した。マラケシュからアトラス山脈を越えて、その後は、ウジダなどへとに抜ける、幹線道路の経路上に位置している。 また、南東のサハラ方向へ向かう経路上にも位置している。このような交通の要衝であるため、現在でもモロッコ軍が駐屯している。また、空港も設置されており、モロッコの乾燥地帯観光の玄関口としても、機能している。ここからダデス川沿いに、東のエルラシリアへと抜ける道は、カスバ街道と呼ばれ、多くの観光客が訪れてきた。バルザザート近郊には、 ワルザザート太陽熱発電所が建設され、2016年に稼働した。その後も設備の増設が行われた。ワルザザートは交通の便が比較的良く、しかも付近に高低差も見られ、乾燥地帯の独特の景観を利用し、映画のロケ地として幾度も使われてきた街である。例えば、アラビアのロレンス、スターウォーズ、007リビングデイライツ、ハムナップトラ、 失われた砂漠のと、グラディエーター、クンドゥンなどの映画の撮影が、この街でも行われた。ハットより詳しくは、ミドルアトラス山脈よりも南に位置する、ハイアトラス山脈の南側である。なお、アンティアトラス山脈よりは北である。トゥブカル山の山頂の標高は4167メートルである。ハイアトラス山脈は、西南西から東北東へと連なっており、 ワルザザートの西にもハイアトラス山脈が連なっている。二宮書店編集部、データブックオブザワールド P315、P316 にグー、書店2012年1月10日発行 ISBN978 から4から817603586、モロッコカミーションスファーストフェーズオブノー、ウォーザザットソーラーパワープロジェクト。 p-o-w-er-technology.com http://powertechnology.com <話><話>ニュースニューズマラーコカミーションスファーストフェーズのウォーザザットソーラーパワープロジェクトマイナス480万31522016年2月6日閲覧およびバレスソフィーファースト160メガワットオブヒュージの ソーラーサーマルプラントコネクテッドツーモロッカングリッド。リヌイコナミー。2016年7月19日閲覧。コンセントレイティングソーラーパワープロジェクツノーツー。コンセントレイティングソーラーパワーアンレル。www.nrel.gov.2018 年2月26日閲覧。ワールズセカンドユーティリティスケール24。7タワー CSP。 No3 c ー m ミ i s s i o n s Solar Field www.eurekallert.org.2018 年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年12月12日閲覧ありがとうございます